ハンスフォード軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5613人であり、2000年の5369人から4.5%増加した。軍庁所在地はスペアマン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサス州議会議員で判事を務めた。 ジョン・ M ・ハンスフォードにちなんで名付けられた。ハンスフォード群集内に30ある、金種群の一つである。アンテロープクリークインディアン文化の人工物が、南のハッチンソン群カナディアンバレーで豊富に、出土している。考古学者たちは、日打石を成形するための石切り場として使われた、地域で広さ1300エーカーのアリバテスフリントを発見してきた。 遊牧型平原アバッチ族もこの地域で宿営しており、コマンチ族、アラパホ族、カイオワ族、シャイアン族も同様だった。1873年、イギリス人、ジェームズ・ハミルトン・ケーターとアーサー・ジェーエール・ケーターの兄弟が、その父である、海軍士官ジョン・バーティー・ケーター大佐から、カンザス州に、経済価値の探求のために派遣された。この兄弟は、 バッファローの領主として天職を見つけ、ノースパロディロクリーク沿いに基地を作った。彼らはこの基地をズールーと名付け、それが間もなくスールーストッケードと呼ばれるようになった。バッファローが絶滅近くなったこともあって、インディアンと開拓者の間に打ち続く紛争が生じた。1874年に隣のハッチンソン軍で第2次アドベウォールの戦いが起こり、 1874年から1875年のレッド川戦争につながった。バッファロー領主の一軍がアドベトリデの修復を試みた。コマンチ族、シャイアン族、アラパホ族、カイオア族がトリデとバッファローの壊滅状態を自分たちの存続の危機とみなした。コマンチ族のヤクシーサ隊が戦闘における勝利と白人の弾丸の無効性を予言した。 クアナ・パーカーが数百名の戦士を率いて、砦を襲撃した。バッファロー漁師たちはインディアンを撤退させることができた。レッド川戦争は、アメリカ陸軍がテキサスのインディアンを、居留地に強制移住させるための作戦であり、その地域を白人開拓者に解放するためだった。テキサス衆議会が1876年に、ヤング軍とベア軍からハンスフォード軍を設立した。 ハンスフォード軍は1889年に組織化された。ハンスフォードの町が軍庁所在地になった。軍の初期には広大な牧場が隣接する軍にまで広がっていた。1890年までにわずか23の牧場が運営されているだけだった。1876年11月、カンザス州のトマス・シャーマン・バグビーがクォーターサークル T 牧場を設立した。 1878年にはアドベンウォールズの地でウィリアム・イ、e、ー・アンダーソンがシザーズ牧場を開いた。この牧場はハサミに似ていたのでそう名付けられた。コロラド州のリチャード・イ、e、ー・マクナルティがテキサスに移住してターキートラック牧場をはじめ、1881年にチャールズ・ウッドとジャック・スナイダーに売却した。スコットランド生まれのジェームズ・ェム・コバーンが ハンスフォード土地牛会社を設立した。クォーターサークル、ティー牧場とシザーズ牧場は1882年にコバーンに売却された。コバーンは1883年にターキートラック牧場を取得した。1887年、ハンスフォードは昔のタスコサドッジシティトレールを走る駅馬車の停車場になった。1909年、アンダースルモートが軍の北部、 オスロと呼ばれた田舎町の周辺の開拓のために、ノルウェー人農夫を連れてき始めた。1920年までに221の農園と牧場が設立されていた。この年、ノーステキサスサンタフェ鉄道がスペアマンに乗り入れた。1929年にはスペアマンの町が群長所在地になった。シカゴロックアイランドガルフ鉄道が1920年代に、 南のグルーバーまで線を伸ばし、この街は、軍内で2番目に大きな街になった。1931年、サンタフェ鉄道が、ロックアイランド鉄道と接続し、モースに伸びた。ハンスフォード軍は1920年代から1940年代にかけて、高規格道路と農道で結ばれ始めた。1937年には、軍内で石油が発見された。 1937年から1974年末までに3827万9469バーレルの石油が組み上げられた。1980年代までにハンスフォード軍は農業、石油及び交通に基づく多様な経済となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は920平方マイルであり、 このうち陸地919平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.07%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。